中島健人平野仕様プレミュンプレミアムミュージックワイプゲーに批判の嵐ファンからの賞賛と非難の過中過中5月30日に放送された音楽番組プレミアムミュージック2020特別編日本テレビ系で中島健人と平野仕様のワイプゲーが注目を集めました この新しい司会コンビは初の音楽番組司会となり、その新鮮な魅力が一部の視聴者には受け入れられました。しかし、その一方で、得意な演出がファンと一般視聴者の間で賛否を呼び起こしました。中島健と平野仕様のワイプゲーの内容プレミアム,プレミ,アムミュージック。 特別編では新型コロナの影響により過去の歌唱映像が多用されその際に中島健人と平野潮の顔が画面右側でワイプで抜かれノリノリで口ずさむ様子が繰り返し映し出されましたた。一部のジャニーズファンからは賞賛の声が上がりましたが一般視聴者やジャニーズに興味のない層からは批判の嵐が巻き起こりました。賛否両論の声。 ジャニーズファンからの好意的なコメントも見られましたが、一般視聴者からは、曲を聴きたいのであって、あなたたちの芸を見たいわけじゃない、といったネガティブな意見が相次ぎました。特に、ワイプがメインでいい、というファンの声に対し、視聴者からは、ワイプいらない、との意見が多く寄せられました。 この異例の演出が視聴者にとっては音楽番組としての鑑賞体験を損なう要因となったようです。番組制作側の意図、一部の批判に対して番組側は二度にわたるジャニーズメッセージソングメドレーやセクゾとキンプリの楽曲で締めくくるなど、ジャニーズファンがメインターゲットだった可能性が指摘されています。 デジタル放送の中でワイプのオンオフを選べるようにすることができれば視聴者の意見を反映しやすかったのではないかとの意見もあります。アナウンサーの滝夏樹の影響、同じくアシスタントとして出演していた滝夏樹アナもワイプで楽曲に合わせて口ずさむ場面があったようです。しかし彼女の歌唱は控えめであり視聴者からの反応は比較的穏やかでした。 中島健人と平野仕様の派手な動きが視聴者に受け入れられなかった一因と考えられます。視聴者の意見、一部の視聴者はデジタル放送ならではの新しい試みとしてワイプのオンオフを選べる仕組みがあれば受け入れやすかったのではないかと指摘しています。 演出が音楽番組の本質を損なってしまったと感じる声もあり、ファン層だけでなく一般の音楽愛好者からも要望が上がっています。プレミアムミュージック2020特別編での中島健人と平野市用のワイプ芸は賛否両論を巻き起こしました。一部のジャニーズファンからの賞賛もある一方で、一般視聴者や音楽愛好者からの批判も相次ぎました。 新型コロナの影響で過去の歌唱映像が対応された中、番組制作側がジャニーズファンをメインターゲットに据えた演出が視聴者の間で議論を呼び起こしました。デジタル放送ならではの柔軟性を活かして視聴者の意見を取り入れる仕組みがあれば、このような論争は回避できた可能性があります。 今後の音楽番組制作において視聴者の声をより重視する必要があるかもしれません。